ジェームズ・キングは第二次世界大戦後を代表するテノール歌手の一人で、米国屈指のヘルデン・テノール、カンザス州ドッジシティ出身、ルイジアナ州立大学に音楽を学んだ後、1952年にカンザスシティ私立大学にて修士号を取得。当初はバリトンとして歌手活動に入ったが、1955年に自らの聖域に気づいてテノールに転校した。 1961年に新シ,シノティでオペラ歌手としてオーディションに合格しカルメンのドンホセを歌ってサンフランシスコ歌劇場にてデビューを果たす。1962年から1965年までベルリンドイツオペラにおいてフランスオペラやイタリアオペラの歌手として活躍したのを皮切りに世界各地の主要な歌劇場に出演した。 メトロポリタン歌劇場には1966年にデビュー。カール・ベームに認められ、いわゆるベームファミリーとして、ウィーン国立歌劇場をはじめとして、欧米のすべての主要な歌劇場に出演するかたわら、録音活動にも積極的だった。中でも最も有名な録音の一つは、レナード・バーンスタイン式ウィーン・フィルハーモニー、歓迎楽団並びに、 ディートリヒ・フィッシャー・ディスカウトの共演によるマーラーの第一の歌であろう。キングはとりわけ高音域において張りとのどかさのある声で名高く、それでいて憂いと透明感も帯びており若々しく情熱的な歌唱様式と相まって聞き手に強い印象を残した。1997年にフィデリオのフロレスタン役でウィーン国立歌劇場に 最後の出演を果たしたが、その歌唱はとりわけ評価が高かった。また1984年から2003年まで、インディアナ大学で教鞭をとっていた。私生活では3度の結婚で5人の子供を設けており、亡くなった時には、繊細、エリザベス・ライブリーと復縁していた。ありがとうございます。